沿線の特産品であるみかんの畑の中を通っていた有田鉄道線の線路。有田鉄道線は、かつて、和歌山県有田郡吉備町の藤波駅と、金谷口駅とを結んでいた有田鉄道の鉄道路線である。2002年12月31日限りで廃止された。有田鉄道は、沿線で採れた木材や、みかんなどの農産品を、その、 積み出し港であった湯浅港まで運搬する目的で、1913年2月に設立された。1915年5月28日に、海岸駅下津野駅間、1916年7月1日に、下津野駅金谷口駅間が開業した。1926年8月8日に、鉄道省の規制再選が、藤並駅まで開通し、 有田鉄道も藤波駅を新設して、同線との連絡を行った。これにより藤波駅から国鉄線を通して、みかんを満載したみかん列車で出荷するようになった。一方で、帰省再選と並行していた海岸駅、湯浅駅藤波駅間は、不要不急路線として1944年12月10日に休止され、レールが撤去された。 1950年4月から、規制再選の湯浅駅まで乗り入れるようになり、藤並駅海岸駅間は1959年4月3日に、正式に廃止された。なお、廃線時期の一部は、後年規制本線の復線化の際に転用された。しかし、みかんなどの輸送は、次第に、トラック輸送に置き換えられてゆき、1984年2月1日に、 貨物営業は廃止された。この結果、大きな収入源を失い、人員の大幅削減、車両保証を近くの自動車整備工場へ委託するなどの合理化が図られた。また、帰省本線への乗り入れは、しがらき高原鉄道列車衝突事故の後の1992年12月1日に廃止された。この頃には、利用者が、沿線の和歌山県立機備高等学校への 通学生にほぼ限られていたため、1995年3月6日から、第2、第4土曜日と日曜、休日は全列車運休して、並行する道路を走る路線バスで代替しつつ、1日の運行本数も次第に減少していった。さらに駅舎や軌道の状態は、とても現役路線とは思えないほど荒廃していた。一部の踏切は、遮断ざが降りず、 列車通過の際に、係員が車を静止して対応する事例が何度も発生した。金谷口駅出発窓口は、廃も180から101導入後に実施された、ワンマン運転化の際に閉鎖され、鉄道線において乗車券の販売は行われなくなった。鉄道線専用の定期乗車券、回数乗車券の販売も行わず、バスの定期乗車券、 回数乗車券にて並行する鉄道区間にも乗車可能という扱いが行われた。後に出殺窓口を鉄道案内所として再開し、鉄道愛好家に対しては記念グッズとしての各種乗車券類の販売を行い、一般乗客に対しては降車時の現金払いを案内していた。2001年11月1日からは運行日の運転本数が1日に往復に減らされ、 公共交通機関としては極めて少ない状態となった。この事実は最も運行本数の少ない私鉄路線として愛好家の間にて有田鉄道の名を知らしめた。また、末期の有田鉄道には鉄道車両の運転免許を所持していた社員が一人しかいなかった。晩年期の利用者数は1日平均29人で、 有田鉄道が鉄道廃止の意向を示した時も、もともとバスの定期券で並行する同社鉄道線の利用が可能だったため、さほど本数の減少及び廃止による影響はなかったらしく、地元から廃止反対の声はほとんど上がらなかった。このため、2002年10月に廃止予定日を2003年10月31日として路線廃止の申請を行ったものの、 廃止を早めても影響は全くないと判断されたため、2002年11月29日に廃止繰り上げ届を提出し、10ヶ月繰り上げた2002年12月31日、限りで廃止された。なお、有田鉄道は、金谷口から先、清水町へ延伸する構想があったものの、具体化しなかった。藤並駅にあった切符売り場や近辺の線路などは、 施設の撤去費用が出せず放置せざるを得なかったため、口ながらも廃止当時のまま残されていた。藤並駅の特急、黒潮停車駅への昇格に向けて、JR 西日本と地元自治体で協議が行われた、結果、駅舎の建て替え及びホームの延長が計画され、それに先立って、有田鉄道のレールはようやく撤去された。なお、 有田鉄道の駅のホーム及び切符売り場の撤去は2009年度に実施された。また、配線ごまもなく一部踏切が撤去、舗装化されつつも、本線はほとんどレールが引かれたまま放置されていた。しかし、自転車歩行者専用道路として活用するため2006年、夏頃からレール、枕木の撤去が始まり、 2008年には多戸の口駅と下津野駅の駅舎を解体し、プラットホームを改修。五霊駅は駅舎を残しプラットホームと共に整備、改修された。この自転車道としての整備は完了し、全区間で供用中である。一方で、在籍車両2両は、処遇が決まらないまま金谷口駅の車庫奥に留置され、サビなどの損傷が目立ってきていたが、 鉄道用地譲渡と同時に、沿線自治体に、車両も譲渡された。2010年3月20日に、地元の有田川町の手により、金谷口駅構内が、有田川町鉄道公園として開園し、園内に、胴体保存されている。有田鉄道線の最終期を語るにあたり、ふるさと鉄道保存協会の存在が挙げられる。同会は、有田鉄道と直接の関連はないが、 同社公認会を自称し、同社もこれを否定しなかった。最多時には8両の車両と国鉄コンテナ4個を構内に保存していた。廃止当時の有田鉄道の2両を遥かにしのぐ、両数を所有した。同社先輩戦後も構内にて活動していたが、その後は活動を休止した。これに伴い、構内全域が、 同社から有田川町に譲渡され、有田川鉄道公園が開園した現在も、同町の許可を得て一部の車両が園内に残る。ただし現在は同会に代わって、金谷口鉄道保存協会が組織され、所有者の整備を同協会に委託している。鉄道路線廃止に伴う代替バスは、廃止前から並行して運行していた、有田鉄道バスの藤波線の増発という形が、 取られた。すなわち、従来は、平日鉄道に往復、バス17往復であったのが、バス19往復に変更され、本数の上では従来と変わらなかった。しかし、廃止半年後の2003年6月に行われた、調査によると、廃止時の1日あたり、輸送人員は、鉄道29人、バス57人であったのに、半年後には、 バスの輸送辞任は1日あたり33人に激減していた。2018年4月1日現在、同区間のバス路線は平日12往復、土日祝日7往復に減少した。また、使用車両も朝夕の通学輸送時を除けば大半がマイクロバスであるが、それで何の問題もない程度の利用実態である。海岸駅、湯浅駅、 吉川駅、藤並駅、明王寺駅、田戸の、口駅、下津野駅、五霊駅、金谷口駅、廃線寺まで在籍した車両は、廃も180から101と、キハ58003の2両のみであった。なお、有田鉄道では、JR 西日本新宮鉄道部から購入した、保線用モーターカーを加え、自社所有車両3両としていた。DD353。奥に、DB20 が見える。 木製に軸客車とガソリンカーからの改造車があった。ありがとうございます。